初だね、社長さん。いい水着でしょう。クリスマスみたいな色で気に入ってるんだ。早く海に行こう。社長さん、海行こう。遊ぼうよ。はい、車掌さんの水着も用意したんだ。3つ用意したんだけど、どれがいいかな。ねえねえ、履いてみて、車掌さん。せっかくだから全部。楽しみ。おー、なんだか水泳部って感じかな。それはそれでかっこいいけどね。これは普通だね。じゃあ最後はこれ、きっと似合うと思うな。千歳さんに聞いたらね、紐を前で結んで布を後ろからお股の下をくぐらせて前に持ってくるんだって。わあ、かっこいい。車掌さん、すっごく似合ってるよ。でもこれって水に濡れたら透けちゃうよ。車掌さん捕まっちゃうかも。それは困るな。車掌さん、違うの、これは。ちょっと放っておいてほしいかな。あ、待って、車掌さん、今私触られたら。ダメ、変な声出ちゃうの。でしょ、持ち主のおじいさんも困ってたの。それを見たら私素通りなんてできなかったんだ。だから修理が終わるまでは帰れないんだよ。一応は考えてるよ。あのね、問答無用でまとわりつかれるわけじゃないらしいの。言いにくいんだけど、興奮するとそれを感知して寄ってくるみたい。違うから。私別にエッチなこととか考えていたわけじゃないってば。修理してたら他のお魚さんが足元をスリスリしてきてね、くすぐったいなーって思ってたら、いつの間にかフェロモンフィッシュが寄ってきたの。とにかく今度はくすぐったいのを耐えてみせるから。おお、来たね。足を撫でるお魚さんたち。でも今度は我慢しちゃうんだから。よし、意識してれば耐えられる。この調子で修理をちゃちゃっと進めちゃおう。ちょっと待って、体を這い上がってこないで。
さかタコさんまで来るなんて。もう車掌さん、わかって私に触れてるでしょう。車掌さんの意地悪、私こう見えて真剣なんだからね。その割にはさっきフェルモンフィッシュが集まってきた時、車掌さんそこだーとか叫んでた気がするけど、本当に？車掌さんはいつだって優しいもんね。じゃあそんな優しい車掌さんに甘えたいんだけど、桟橋の修理やっぱり私一人の力じゃ難しい気がするの。だから車掌さんも手伝ってくれないかな。ううん、それは海に浮かべて運べばいいから大丈夫。車掌さんにはね、私を肩車してほしいの。私やっぱりくすぐったいの弱いみたいだから、車掌さんはきっとタコさんが巻きついてきてもくすぐったくなったりしないんじゃないかなって。ね、車掌さん、すぐに修理終わらせるからちょっとだけ肩車して。車掌さんありがとう。それじゃあ早速お願いね、車掌さん。じゃあ車掌さん、肩車お願いね。順調順調。こんなことなら最初から車掌さんにお願いすればよかったかも。おかげでもうすぐ終わりそうだよ。でも車掌さん大丈夫？くすぐったくない？よかった。じゃあ興奮する要素はないよね。さすが車掌さん。よーし、私も頑張っちゃおう。あれ、車掌さん、なんだか体が揺れてるみたいだけど大丈夫？ちょっと、フェルモンフィッシュがいっぱい集まってきてるよ。こっちが恥ずかしくなるからキリッとした顔つきで言わないで。車掌さん、あとちょっとだから心を落ち着けて、終わったら何でもお願い聞いてあげるから。
匠さん、そんな悲壮な決意でいたなんて。分かったよ、私車掌さんの決意を無駄にしない。引きつけてもらってる間に絶対に修理してみせるね。それじゃあ最後の戦いに行こう。うん、車掌さん、そこで見てて、私が成し遂げるところを。車掌さん、ありがとうね。今回は私のところにお魚さん寄ってきてないよ。耐えて車掌さん、もうちょっとで修理終わるから。あとは裏から補強して。よし、修理完了。車掌さん、終わったよ。車掌さんがフェロモンフィッシュまみれでピクンピクンしちゃってる。はぁ、私のために全部をその身に引き受けて。車掌さん、どうかしっかりして。そんな薄情なことできるわけないでしょ。車掌さんがこれだけ私を助けてくれたんだもん。今度は私が車掌さんを助ける番だよ。ほら、私が海から連れ出してあげるから。はい、車掌さんたら今日は私のことよく褒めてくれるよね。なんかそういうのとっても嬉しいかも。というわけで、耳かきでもマッサージでも何でもしてあげるから、一緒に宿に戻ろう。え、さらにフェロモンフィッシュが。